はい、こんにちは。2012年、平成24年の1月の15日、センター試験が終わりました。皆さん、お疲れ様でした。どうでしたか？世界史は、簡単でしたね。割とですね、こう、4択じゃなくて2択が多くて、あとは文章の間違いじゃなくて言葉の間違いを選ぶような問題が、多くてですね、ちゃんと勉強した人だったら、30分で終わる問題でした。模擬生科の資料館の方に解説をアップしましたんで、ご覧ください。で、問題もアップしてます。で、今回受けなかった方もですね、ぜひトライしてください。センターを満点取れる人っていうのは、もう次第だったら7割以上取れますんで、決してバカにせずですね、しっかり取り組んでほしいと思います。ということで、今週のですね、一番のニュースっていうのは、センター試験ではなく、台湾の総統選挙ですね。それからちょっとアメリカとイランの関係がやばくなってますが、今日はですね、台湾の総統選挙の結果が出ましたので、ちょっとこのお話をしてみたいなと思いました。まず結果をですね、見てみますけれども、投票結果ですね。国民党の馬英九、現職総統ですね、が大体690万票で、得票率が52%。それから野党・民進党の蔡英文候補が約610万票で、45%ということで、大体ですね、64で現職が再選されました。それから、今回国会議員ですね、立法院ですけども、の選挙も行われまして、国民党が64議席、民進党が40議席、こっちも大体、64ということで、割れてますね。割れてますが、今回は、国民党にもう一回やらせようというのが、台湾の有権者の、選択ということになります。今回中国がですね、国民党を一生懸命応援していましたので、おそらく北京ではですね、中国共産党の皆さんが祝杯を挙げてると思いますが、浮かれてる場合じゃねえぞという話をこれからしようと思います。で、まず基本的なことのおさらいですけれども、なかなかね、台湾についてね、お勉強する機会がなくてですね、直前講習でちょこっとやるだけなんですよね。はい、見えますか？これが台湾の二大政党ですね。こちらが、今回再選された馬英九さんですね。現職の台湾総統、大統領です。こちらが、蔡英文さん、今回惜しくも、敗れましたけども、民進党ですね。で、この国民党っていうのはですね、正式には中国国民党と言います。で、どうして中国国民党が台湾にいるのかということですね。
それはですね、中国、まあ、大陸の方で内戦がありました。1945年に日本が負けた後で、日中戦争が終わった後、中国は平和になるどころかですね、中国共産党と中国国民党のどっちが政権を取るかって言って、即座に内戦が起こってます。これを、国共内戦と言います。で、4年間殺し合った結果 共産党が勝利をして、で、49年に毛沢東が中華人民共和国の建国を宣言しました。一方、負けた国民党の蒋介石は台湾へ脱出したんです。それ以来、大陸は共産党政権で、台湾には国民党が逃げてるという状況がずーっと続いてます。この時に、国民党と一緒になって共産党が嫌だっつってですね、中国本土から、台湾に逃げてきた人たち、まあ、つまりは中国人ですね、これを外省人と台湾では言っています。45年以降の中国本土からの移住者です。で、これが大体台湾の人口の、まあ、約10%ぐらい。一方、45年以前、つまりは日本統治時代から台湾にいる、まあ、本当の台湾人のことを、本省人と言っています。で、この人たちっていうのは 民族的にはどうなってるかってね、まず先住民がいました。これは、高山族、高い山、高山族とか、日本では高砂族、高い砂、高砂族なんて言ったんですけども、これはですね、フィリピン系の先住民です。焼き畑や狩りをやってました。それから清朝、清いほど清朝ですね、清朝の時に中国人が大勢渡ってきます。これは明と清が交代する時の、まあ、戦乱ですね。で、清朝の支配を嫌って台湾に移った人たちが大勢います。で、そのリーダーだったのが丁世公って人で、この人は福建省の、まあ、簡単に言うと海賊ですね。海賊のボスだった丁世公です。で、彼は台湾に独立国家を作るんですけども、結局清朝に併合をされました。ということで、清朝の時にかなりたくさんの、まあ、福建の中国人が台湾に渡っていったんですね。で、まあ、先住民とだんだんこう混血していったりして、これが今の本省人のルーツとなります。で、彼らは 日清戦争の後、下関条約で、日本領とされた結果、日本人として教育を受けます。で、日本はですね、1895年の下関条約から1945年に負けるまでぴったり50年間台湾を統治しました。50年って長いですよね。朝鮮は36年でしたが、台湾は50年統治をしました。そしてこの日本の台湾統治っていうのは決して悪くなかった。で、例えばですね、それまで台湾で猛威を振るっていたマラリアという伝染病ですね、これの撲滅をしました。で、病院をたくさん作ってワクチンを打ってですね、マラリアはなくなりました。それから、アヘンの流行がひどかったんですけども、これも全て日本時代に撲滅をしました。それから、産業がなかったので、お米の増産ということで、
水田の開発ですね。それから、サトウキビの導入なんてことを意味して、砂糖工場を作ったりして、それに伴ってインフラの整備、道路や水道や電気や、全部やめました。ということで、生活水準が大幅に上がったということもあり、治安も良くなったということもあり、日本の統治は悪くなかったと考えている台湾人がほとんどです。これは別に私が日本人だから言ってるんじゃなくて、ぜひ台湾の方に聞いてみてください。そしてですね、45年にその日本人が突然出て行っちゃったんですね。こうですね。で、代わってこの国民党が率いる外省人が台湾になだれ込んできた時に、本省人たちが思ったことは、この今までの日本の統治と、それから45年以降のこの国民党の統治を比べた場合、どうも日本の方が良かったと。で、この外省人たちと、それから本省人たちの間で、軋轢が、対立が生まれたんだ。で、この国民党に対する反発から、47年に、この本省人の大暴動が起こっています。これを、2.28事件といって、2月28日に起こったんで、台湾全土で、国民党は出ていけ、外省人は出ていけという、運動が起こっちゃって、で、慌てふためいた蒋介石はここに軍隊を投入して大勢の本省人を殺しました。死者はもう数万人規模です。これは日本統治下じゃなくて国民党統治下で起こったことです。これ以来国民党は独裁を強め、言論集会の自由の禁止、もちろん政党の禁止、国民党以外はダメと。で、中国本土からやってきた国民党の国会議員が、永久に台湾の国会を独占するというようなことをずっとやりました。ですから、台湾における民主化運動っていうのは、実はこの国民党独裁に対する抵抗運動だったということですね。で、この時にその国民党独裁を嫌がって、海外、アメリカや日本に逃れた、台湾人が大勢います。ですから、この人たちっていうのはもう徹底的に反国民党ですね。よくテレビに出てくる、金美齢さんなんていう人が有名ですよね。なんですが、冷戦が終わるちょっと前、80年代に、もう国民党政権はもう持たないということを悟りまして、それで、蒋介石の息子の、蒋経国っていう人がですね、このあと我々蒋ファミリーは、独裁はやめると。で、第3代目の総統として、台湾人の、つまり本省人の李登輝を選び、で、この李登輝総統の下で初の民主選挙が行われました。これが80年代ですから、台湾が民主化されてまだ30年なんですね。で、それ以来、台湾の、大統領にあたる総統はですね、きちんと選挙で選ばれています。で、この点はですね、一度も選挙をやったことがない中国共産党とは大きな違いです。で、そんな中で、野党もできまして、で、それがこの民進党ですね、本省人の政党ということです。この蔡英文さんって人は、もともとは法律の専門家で、李登輝政権の時の、法律顧問みたいなことをやってたんですよね。さて、そうするとですね、
人口において本省人が圧倒的ですから、そうすると国民党はこれやばいですよね。で、国民党はどう考えてるかっていうとですね、自分たちはっていうか台湾はですね、中国の一部だと。で、中国の一部ってことになれば、我々中国人が、まあ、多数派であって、で、お前たち、台湾人は少数派だと、こういうことになりますね。だから、国民党ってのは台湾は中国の一部だと言い続けるんですね。一方で、民進党の方はいやいや台湾は台湾であって、中国ではない。で、将来は独立も考えると。まあ、事実上もう独立国なんですけども、まあ、独立宣言も考えるというのが、これが民進党の立場です。で、これに対してですね、中国共産党はどういう立場かというとですね、台湾の独立は絶対認めないと。で、なぜかというと、あそこはですね、ものすごい多民族国家ですね。で、もし、台湾の独立を認めてしまった場合、他の少数民族が黙っていない。じゃあ、チベットはどうする？じゃあ、ウイグルはどうする？あと、同じ漢民族でも地方によって言葉や習慣が全く違うので、広東とか、四川とか、上海とか、北京とは全く違うので、そういった地方政権が、独立を求めたらどうなるということです。それは中華人民共和国の崩壊につながるということは絶対に避けたいというので、一切の例外を認めない、台湾もダメということが中国共産党の一貫した政策です。で、中国はこの台湾の、民主選挙っていうのを非常に恐れてまして、で、例えば、李登輝時代にはこんなことも言いました。台湾総統選挙の直前に中国は台湾の近海で軍事演習を行う。で、ミサイルを撃ち込んで、いつでも攻め込むぞということを示して圧力をかけました。ところが、結果は逆でですね、本省人がそれに猛烈に反発して、で、むしろ、この民進党が勝っちゃったなんてこともありました。そこで共産党はですね、直接武力をなんてちらつかせるのはうまくないということを学びました。その後はどうしたかというとですね、経済協力ということを言い出した。で、台湾の企業の皆さん、どうぞ中国に、工場を作ってくださいと。で、台湾の銀行の皆さん、どうぞ中国に投資をしてください。今、中国はものすごい経済成長してますから、必ず利益が上がりますと。ね。ということで、どん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 、台湾企業を引っ張り込んだんですね。で、もう今、だって100万人の台湾人が中国で働いてるという状況になりました。で、この人たちはつまりは人質です。で、こうしておいて、これが頭のいいところで、2005年に中国共産党はですね、反国家分裂法を突然制定します。これは、もし台湾が独立に動いた場合、中国はこれを阻止するため、非平和的な手段も取ると。この非平和的というのは、つまりは武力行使ということであって、台湾に攻め込むぞということを法律に明記しました。これを反国家分裂法と言います。そうするとですね、いや、戦争になっちゃまずいだろうってことになりますよね。それで、外省人はもとより、本省人の中の、まあ、経済界ですね。で、中国との間で、まあ、いろんなその商売やってる人たちっていうのが、いやー、ちょっと民進党に入れると戦争になっちゃうから、国民党にしようかなーっていうふうになってきたんですよ。
その結果、この馬英九さんって人が総統選挙で民進党を破って4年前に選ばれ、で今回も再選されたと。この線はですね、そういうことなんですね。この本省人も実は国民党支持に回っている人がかなりいるということです。これは一言ではありません。日本も同じことです。中国に進出している日本企業たくさんあります。中国に投資をしている銀行たくさんあります。ですから、日本の経済界は基本的に日中友好であって、どんなに中国が無茶をやってもですね、それは大目に見ようということになりますね。人権抑圧も目をつぶります。チベット弾圧も目をつむります。日本の領土領海に対する侵犯についても目をつぶります。2010年の9月に日本の領海侵犯を行い、日本の海上保安庁の船に体当たりを行った中国の船長が逮捕されましたが、中国政府の圧力を受けた日本の菅直人民主党政権、戦国官房長官は圧力に屈し、船長を釈放しました。これは外国の圧力に屈して、日本政府が日本の国内法を曲げたということです。で、これは、もちろん民主党がへたれたということはありますが、その背景として、それを支えていたのは日本の経済界であって、その代表は経団連の米倉会長、あなたです。売国奴で、これは日本でさえそうなんですね。ましては言わんや台湾をやということですね。で、中国は尖閣は中国領だと、それから沖縄も潜在的にはあれは日本領ではないと、いう考え方です。しかし日本本土に対して中国が、領有権を主張したことはありません。ところが台湾の場合にはもう台湾そのものが中国領だと言ってるわけですから。で、しかもいざとなったら攻め込むぞと言ってるわけですから、その圧力たるはものたるやものすごいもので、外中国には飲み込まれたくない、台湾独立を守りたいと思ってる台湾人でさえ、じゃあ実際に戦って勝てるんですかと。中国は核保有国ですけども、台湾は核持っていません。中国の人口は14億ですが、台湾の人口は2000万です。勝てるはずがないですね。中国は国連安保理事会の常任理事国で拒否権を持ってます。台湾は国連加盟さえ認められていません。そして、今の国連憲章では国連安保理5大国のうち1つでも反対すると国連軍は送れません。国連による武力制裁はできません。ですから、仮にですね、中国が台湾に攻め込んだ場合、その中国に対する武力制裁をしようと、どっかの国が
提案したとしても中国は即座に拒否権を出しますから、安保理は動けません。何もできません。見てるだけです。じゃあ国連を通さなくても台湾を助ける国があるか。じゃあアメリカは台湾を助けるか。助けません。アメリカはですね、1972年のニクソン訪中以後、台湾を見捨てました。中国をパートナーと考えると。そしてこれはもう共和党も民主党も関係なくですね、台湾独立は支持しないという立場です。もちろんアメリカの経済界がそのバックについてます。中国に進出した企業がたくさんありますから。とにかくアメリカはですね、気持ち心情的にはもちろん民主国家の台湾を支持しますけども、実利を考えると、ここで台湾で武力衝突が起こるのは絶対に避けたい、それは中国との関係を悪化させると、とアメリカの企業が損すると、いうことなんで、台湾に対しては、おいおい、ね、独立なんてことはやめとけと、今のままでいいじゃないかっていう圧力をずっとかけてます。まあ武器を売るくらいはやるんですけれども、米軍が台湾のために血を流すことはありません。では日本はどうするかと。これは 言うまでもないですね。言うまでもない。まあ言うまでもないんですから、まあ、言いますけども、中国に脅かされて領海侵犯した船長を釈放した国が台湾のために血を流しますか？流すはずがないでしょう。結局もし武力侵攻あった場合に、日本政府は見てるだけです。口では非難するでしょう。例によってお得意の遺憾の意って言うんでしょうね。それで終わりです。ということで、中台戦争になった場合に台湾を助ける国は一つもありません。で、そのことは台湾人はよく分かっています。ですから中台戦争を起こしてはいけないということは、中国につけ込まれる隙を与えてはいけないということは、独立宣言はやめておこうということになります。これは非常に合理的な判断だと僕は思います。馬英九という人は独立は反対、で、中国とうまくやりたいという立場ですから、中国は馬英九を応援しました。中国の新聞はですね、一生懸命民進党の荒坂を主張してですね、で、国民党は素晴らしい素晴らしいという報道をしていました。でも考えてみたらこれおかしいんですよね。じゃあ中国本土で国民党は政治活動はできますか？北京や上海で国民党の候補者が立候補できますか？できないんですよ。ね、共産党独裁ですから。なのに台湾においては国民党頑張れと言ってるわけです、共産党は。これものすごい矛盾です。で、おそらく馬英九はここのところをついてくると思います。一体彼は台湾をどうしたいのかということを考えた場合に、
中国の一部になっても今の台湾の自由、言論の自由、それから、国民党を含め複数政党の活動を認めるということを要求するでしょう。だってもし台湾が中国にそのまま併合されちゃったら国民党も禁止されますから、そんなことを馬英九は望むはずがありません。では、中国に併合されながら、自由を守る方法があるのかっていうと、あるんです。それは前例があるんです。どこにあるか。香港です。香港はイギリス植民地から中国に返還されました。1997年ですね。で、その時にイギリスとの約束で、返還後も50年間は言論の自由を保障すると。つまり共産党独裁は押し付けないということなんで、今中国はですね、中国本土は共産党独裁ですが、香港だけは複数政党言論の自由です。これを一国二制度と言ってます。この一国二制度を台湾に適用すればよいというのが馬英九の考えです。っていうのは馬英九は実は香港生まれで、彼は香港人です。子供の時に台湾に渡ってきました。それで中国の軍部は分かりませんが、共産党はこの馬英九の提案を受け入れる可能性が強い。そうすれば、武力侵攻なんてやればですね、もう中国の国際的な信用はガタ落ちになるし、それから、今中国に進出している外国企業が一斉に引き上げます。そうすると5年10年中国経済は大ダメージを受けます。ただでさえ今ヨーロッパアメリカの不景気で中国経済はもう高度成長が終わっちゃいました。これ以上のダメージは受けたくないはずです。ですから、中国共産党だってバカじゃありませんから武力侵攻はしたくないはずです。であれば穏やかな形で話し合いで、一国二制度を受け入れるという条件で台湾を平和裏に併合するという道を選ぶでしょう。ということは、2020年か30年かいつかはありませんけども、近い将来中国の中に人口2000万人の自由選挙を行う新しい省、台湾省が含まれるということになります。とすると、他の地方がどう思うか、例えば広東の人がどう思うか、上海の人がどう思うか、なぜ台湾は同じ中国なのに自由選挙やってるのか、なぜ我々は共産党しか選べないのか、おかしいではないか、自由選挙をやれという動きが必ず起こります。かつてソビエト連邦は各共和国がそれぞれ自分たちの大統領を選びたいという運動が起こり、まずバルト三国から起こって、そこからロシアやウクライナやベラルーシにそれが広がっていって、結局15の共和国がソビエト連邦を離脱するという形で連邦が崩壊し、ソ連共産党は崩壊しました。と同じことが中国で起こりうる。で、ちょっと私考えてみたんですけども、中国分割案です。台湾がですね、そうですね、数字はですね、億ですから、台湾が0.2億、まあ、2000万人です。で、上海の周り、江蘇浙江が2.5億人、
広東の周り、福建も入れて1.5億人。四川、雲南も入れて1.6億人。真ん中の湖北、湖南が1.5億人。山東が0.9億人。満州、東北が1.1億人。残り北京の周りが3億人。東トルキスタン、これはウイグルです。新疆ウイグルが0.2億人。そして、チベットが、これ少ないですね。0.08億人。800万しかいないですね。まあ、こんな感じで、歴史的に、またその人口のバランスを考えて、これぐらいのブロックに分けて、全部で10ですね。で、それぞれで、大統領選挙をやれば、中国は民主化できます。で、ちょうどアメリカ合衆国がですね、各州が州知事選挙、州議会選挙やってるのと同じことをすればいいわけですか。と、例えばですね、この上海の人たちですね、今中国で一番豊かです。で、彼らはこの中国全体に含まれてるよりは、この地域で独立国家を作った方がですね、自分たちの生活はよっぽど良くなんですよ。つまり自分たちの払った税金がですね、この内陸の貧しい方法で使われずに済むわけですからね。で、この2億人とか1億人っつったら、これヨーロッパで言ったらもう立派な国ですよね、これはね。で、言葉も例えば広東と、それから上海と北京は全く違うわけですから、こういうふうにするのが、これは中国人の幸せのためにも良いはずです。私は割と中国に厳しいことを言いますので、なんだお前は反中国か、反中派かとか思われちゃうんですけども、そうじゃありません。私は反中共です。中国共産党の独裁に反対するんです。あの政党は人権を抑圧し、少数民族を弾圧し、歴史をねじ曲げ、周辺地域に対して、周辺の国、例えばベトナムやフィリピンや日本に対して、もう帝国主義むき出しの侵略を行っている、そういう組織です。大体ですね、14億の人間が言論の自由もなく、選挙も行われず、一つの政党によって支配されているのは間違っています。で、このことが実は東アジアの一番の問題であって、で、全ての根源はここにあります。北朝鮮なんていうのは、あれは些細な問題であって、北朝鮮のあの体制を支えているのも結局は中共ですから、これにメスを入れないと何も変わらないということですね。で、中国で大規模な内乱とかあっちゃ、それはまた困りますので、平和的に中国共産党が独裁をやめざるを得ないような方向に持っていく。で、平和的にあの国が解体していく、そして民主化していくっていうのが、中国人民のためでもあり、また周辺の国々のためでもあると思いますので、で、その第一歩になりうるのが今回の、台湾の民主化と総統選挙ということになります。ということで、中国共産党の皆さん、浮かれてる場合じゃないぞということですね。まあ、
イランの話はですね、また改めてお話をすることにいたしまして、今回はこの台湾の総統選挙のお話をしました。まだ、入試次第はこれから本番ですので、皆さん風邪をひかないように頑張ってください。以上です。ありがとうございました。